サッカー界の監督といえば、先日東京オリンピックメンバーを発表した森保一監督が話題になりましたよね。結果を出せば名将と称えられる監督業ですが、厳しいサッカー界では結果が出なければクビになるのは当たり前。今回もそんなクビになった監督たちの解任前、解任後の成績を比べてみました。ガイナーレ鳥取の高木陸監督は5月4日に解任という形でチームを去りました。今季は7試合に指揮を取り、2勝1分4敗と12位となっていました。就任2年目の昨シーズンは5位と惜しくも昇格を逃した高木監督は、今季こそチームの J2 昇格へ導いてくれると期待されていました。開幕初戦の鹿児島戦では接戦の末勝利するなど、出だしは好調に見えた鳥取ですが、次のグルージャ盛岡では一人少ない盛岡に勝ちきれず引き分け、第3節から第5節まで3連敗、昇格組のデゲジャバーロ宮崎にも負けてしまう失態となりました。第6節のさぬきに開幕以来の勝利を飾るも、続くバンラーレ八戸にも敗れてしまい、開幕7試合で早くも4敗と、昇格を目指すクラブとしては痛い結果となりました。クラブは早急に成績不振を理由に解任という形で高木監督を切りました。そんなクラブは5月10日にキン・ジョンソン監督を就任を発表。2018年にFC 琉球の超攻撃的サッカーを構築し、 J3 優勝を達成した名監督の就任には大きな話題となりました。しかし就任初戦のカターレ富山戦に敗れると、そこからまさかの3連敗。第10節の長野戦では屈辱の80点となり最下位に転落。これにはサポーターも怒りが爆発し、ツイッターには非難の声が飛びました。第11節のロアッソ熊本戦で引き分け、就任初の勝ち点を取るも、続く福島戦に敗れ、就任5試合で1分け4敗とまさかの結果となり、高木前監督以上の低迷となってしまいました。現在も最下位が続く鳥取、優秀な若手選手が多いだけに、このままでは主力流出も考えられる状況に。今後クラブはどう舵を切るのか、今後も注目ですね。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。監督交代シリーズ人気なので今後もたくさん作っていきます。この動画が良かったらチャンネル登録といいねボタン、 Twitter のフォローなども合わせてよろしくお願いします。